じゃあ後半もお願いします。お願いします。ちょっと後半の最初は技術的なことをいろいろ聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お腹いっぱいになったし。お腹いっぱいすぎて。気持ちを引き締めていきましょう。はい、うん。いいよいいよ。全然問題ない。パー5なんで。お願いします。お願いします。おー、いいじゃん。コースなりよいしょ。気合入った。もうお腹空いてたのかなじゃあ2人は今は練習とかはどれぐらいやられてますか？毎回で週1か週2ぐらいですね。どうですか？週1行くか行かないぐらいですね。最近ちょっとサボり気味です。サボり気味、はい、練習場ではどういった練習をしてますか？大体レッスンで習ったことを思い出して、うんうんうん、それを試してみる、うんうん、できるようにって感じですかね。ももちゃんは？私はもうひたすら、私は教わってないので、うん、もう打ちまくる。もともとは教わってたんですけど、今はもう今一番意識してるのはどんなことなの？今一番意識してるのはもうこう腰が回りすぎちゃって、もう最初に開いちゃうんで、それを矯正したいなと思ってて。じゃあもう正面で打つぐらいな。正面。あ、そう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 、今の感じで、もう変えない変えない、このまま。そうそうか、いいじゃんいいじゃん、打てたじゃん、バッチリ。ありがとうございます。もうね、はい、今ぐらいスンって感じ。スンとか言ってるけど今意識してることなんかあります？私右膝がもうずっとこうやってこっちに開くんですよ、バックスイングして。なるほどね。それ右膝の我慢、ガニ股になっちゃうと、こうやってもう足開くんでそれはすごい言われて、それが汚いみたいな。あー、うん、見た目の問題でフォームがなんか独特なんでね。そうでもないけどね。そんな仲いいね、二人とも。木の後ろにわざと置いたのかな。また一緒ですか？一緒なようなところに置いてありますけど。黄色の方がまだ当たんないかな、もしかしたら。あー、これは早すぎた。激突した？あ、でもでも、いいじゃん。いい感じ。はい、お腹いっぱいだね。いい運動だね。ほんとそっくりお、うまいよ。ナイス、ナイス。頑張っていきたいね。じゃないですか。あ、やはり双子です。いい感じです、いい感じ。寄せ腕があるね。あ、違う違う、あ、でも止まる止まる、うん、うん、ナイス、ナイス。お、来た、ナイスパー。いいじゃないですか、それ先。気をつけていることは何ですか？ドライバーで気をつけていることは、私頭こうなるんですよ、バックスイングすると、うんうん、下がっちゃう、うんうんうん、もう頭頭頭って思ってます。いや、頭頭って思うから下がるんだよ多分思わない、なってないよ全然。なってないですか？よかったよ今すごい。ちょっと右に行ってしまったが大丈夫です。全然少し下がったから、そんな気にならないよ。
本当ですか。さくらちゃんがドライバーで意識してることは何ですか。ドライバーすごいこうヘッドアップ速くなっちゃうんで、うん、できるだけ頭残すように。なるほどね。ビハインドザボールの感じってことですね。はい、はい、意識してます。おお、いいいいドローです。コースなりよいしょ。ありがとうございます。こんだけ飛ぶと楽しいよね。そうですね。ね、これゴルフ好きだわ。こんだけ飛べば。天気は悪くなってきましたが、明るい気持ちでいきましょう。二人が一緒にラウンドしてて、なんか双子エピソードみたいなのってあったりするの。ゴルフ中なんでしょうね。ゴルフ中やってもいいよ。普段でもいいし。普段はめっちゃハモりますよね。ああ。ハモるの多い。ああ。同じことを言ったりとか。ね、なるほどね。ハモり。ハモり。これね、またね、天ぷらになりやすいからもう一回。これはスンですか。スン、スンだけど。あ、いいね、いいね。そう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 。ええやん、乗るよ。ええやん。ありがとうございます。チョイスン、チョイスン。飛んでますね、さくらちゃん。気持ちよかったですね。気持ちよかったね。10ヤード、はい、9番でいきます、はい、あー引っ掛けた。もったいない、もったいない。バンカー、もったいバンカー。バンカーで何を大事にしていますか。バンカーはですね、ちゃんと振り抜くことを意識してます。うん、途中で止めないでね。はい、ビビると5くらいしかいかない。そうね、思いっきりが大事だね。はい、思いっきり、はい、行きます。お、いいよ。しかも落としどころバッチリ。もっと行くんだ。あ、ちょっとグリーン遅い。グリーンが遅いね。ナイスアウト。お、いいんじゃない。よい、うん、重い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 、重ガンっていうパッドじゃないもんね、二人ともね。チキンなんです。もう今日は朝からずっと全部左行ってて、ね、アプローチ連もちょっとアプローチのアイアン練習行った時も、うん。これで戻ってきたら最高だったね。まあ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 。まあ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 。まあ大丈夫。大きいね。ナイス。ナイス当たり。今のさくらちゃんぐらい右狙ってもいいかもね。ももちゃん。インスタグラムやってて、なんかゴルフの投稿とかで、なんか、良かったなって思ったこととかありますか？うん、見てくれた方たち、ゴルフ場に大会の運営とか行った時に、もう見たことあるって言って話しかけてくれるの嬉しいですね。おー、なるほどね。なんかありますか？私結構見る専門なので。あ、なるほどね。なので全然フォロワーとかも全然ですし、見る専門、見てる、見てる、いいんですよね。ゴルフの方フォローして、うん、ゴルフのやってる人たちの見てっていう参考にして、うん、そうです。見る専門家用のアカウントです。あ、いいとこ落としたよ。はいはい、あ、来たんじゃない。あ、惜しい、悔しいです。今来てたね、乗ってたよね。そうね、出ずチップイン、チップインバー。でもあのちょっと触ってたよ。触れましたよね。ちょっと触れました。
いい感じ。ナイス。おー、ナイスパー。いいじゃないか、後半。さくらちゃん、もったいな。全部もったいないお化け。もったいないお化けに連続だから、ここでもう捨てていこう。うん、ここでちょっとあの出して、捨てポイってしていきましょう。本当ですね。はい。お化け捨てていく。お化け捨てて。カップ見えるじゃん。多分ね、1メートル目でも見えるの。だから、こっちの目で見てればいいと思ってて、私はよくやるんだけど、もう本当に打って終わるまで、音聞こえるまで見ない。あー、そこまで見ない。そう。音聞こえて初めて、やる。見ると多分フェイスの向きがちょっと変わっちゃうんだと思うんだよ。こう不安でハッとか。だから本当に完全にカップのカランって聞こえて、ああ入ったぜみたいな感じが多分できたら、多分すっごいあのショートパットは、うん、もっと入ると思うし、すっごいもったいないな。ちょっとやってみる、ね、このホール、はい、カランまで。あ、見えない時はねちょっと上がるのはしょうがないんだけど見えるから基本、はい、前なんて特に見えるじゃん。でも見なくても大丈夫だから。わかります。花までちょっと我慢してみましょう。うわ。ダフ。あ、気持ち悪かった。うん。ズンだ。ズンです。わあ、おお、わあ、わあ。そう、もったいない。ここまでナイスなショットだったのに、ももちゃんのバンカーに吸い込まれた。ももちゃんバンカーに。お、うまい。うまく打った。ナイス。お伝えします。7月22日まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山の、ね、絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。